よし、 OK。 はい、録画始まりました。本日紹介するゲームはこちら、ハニーポップというゲームになっております。昨年の4月にキックスターターが始まったゲームがようやくリリースされたって話なんですが、いろいろ日本国内の方ですね、まあ表現の自由がうんたらかんたらっていうですね。あ、どうもこんばんはです。ちょっとまあ表現の自由絡みでちょっとね、いろいろと、ここ最近なんか世界中で話題になってるって矢先にですね、このゲームが出てしまってですね、さらにまあ公式、まあ作ってくれた公式の方がですね、Steam で買った方にも、無修正パッチを普及する、配るっていう風な話があってですね、そこまではいいのよ。そこまではいいんだけど、それに、このまとめブログっていうか、まあキュレーションサイトっていうか、本当もう概略しかないようなそういう方々がですね、これが表現の自由だ、どうやみたいな形で煽り文句とかつけてさ、おい、開発者それ別に何も言ってねえだろっていう話で、なんで開発者が言ってないことをお前ら勝手につけ出すのっていう形でかなり切れそうになりました。まあどうでもいい話かもしれませんけどね、割とどうでもよくない話なんよね。うん、あの辺のね、まとめサイトってね、その、なんか、開発者の気持ちを代弁したみたいな感じで、ね、適当な言葉つけるから本当に良くないと思うんだよね。うん。で、まあ、バルブ外でのパッチの配布に関してもバルブは OK 出してるわけで、でそれに関してまあどうこういろいろ揉め事っていうかまあ批評があってもですね、一応開発の方はまあツイッターでもうバルブからこういうメールもらったんだって形で出して、それで一発解決だったんですけど、なんでその日本のキュレーションサイト余計なことしか言わないんだろう、死ねっていう感じでね。この形で言うと、うちもね、まあ、こういう情報の頭の部分だけ捕まえて紹介してるっていう部分に関して、キュレーションって言われても仕方ないかもしれませんけど、そんなつもりは全然ありませんよ。うん。まあ、キックスターターで、まあ、登記した側の、人間の立場から、つればですね、まあ、昨年の4月に、キックスターターで、登記満了してですね、そこからあとフルボイスになるかどうかっていう登記枠にギリギリ達成しなかったんだけど、そこからあとまあいろいろと追加の登記があってっていうか、登記プレイオーダーだと思うんだけど、プレイオーダーがあって、無事フルボイスで楽しめるっていうような形になってるので、まあこっちとしてはバンバン剤って話でね。でさらにSteamでもまあもちろんその DRM がない、フリー DRM ですね、デジタルダウンロードコンテンツだったっけ、なんだったっけ、思い出せない、確か著作権をプロテクトかかってないバージョンももらってはいるんですけど、Steam コードも配ってくれた上に、さらにその Steam 側の方でもですね、パッチ当てれば無修正で楽しめるっていう形で、まあ、Kickstarter もそうですし、Kickstarter でしない人にも、全部そのフルバージョンに楽しめるっていうような形で、すごくよく配慮がされたゲームになってます。ね、日本のゲームで言うとね、日本語翻訳しただけでね、30ドル払えっていう会社もいたらですね、初回予約特典しないとコア表現出せないよっていうようなメーカーがあったりもするのにですね、海外のメーカーわざわざ Steam で買った方にもですね、無修正パッチを配布するっていうような形で気前の良さで言って、まあ、どうしてこういうことになったんだろうなーって、ほんとこれこそ環境の違いとしか言いようがなくてですね、センターのピンクが虫羽ついてる傘娘か。そうそうそう、マジ尊い、これマジ尊いんで、いやー本当なんていうか、うん、いいゲームでした。下は19から上は36までいるっていうような形で、かなりビッチのババア好きにはね、たまらないっていうかね、女の子は大抵もうハッ、大手とインディーの違いもあるよね。まあ大手とインディーの違いは絶対あると思う。うん、あると思うけど、大手でもできるんじゃなかったのかなって思うけどね。大手だからできるができない、インディーだからできるっていうくくりは抜きにして、やろうと思えばできることをやったかやってないかの違いで話をするっていうと、まあちょっといろいろとあるよねって感じで、デートシミュレーターっていう話で、紹介させていただきましたが、いやこのね36ね、ジェシーがねマジで面白いのよね。女優として仕事してて、でいざその年取ってきて、仕事がなくなってきたから、今そのなんか20代のつもりで遊んでるっていう風な、なかなかそういうそれっぽい設定の話になってます。でそのそれっぽい設定っていうかね、まあ重すぎですね。でね、ハニーポップのキャラクターっていろいろとその、まあ、女の子に問題抱えてるのがいいんだよ。例えばそのアーケードゲーマーでその給料大半をゲーセンに突っ込んでるっていうか、日本だったらそれエアガイズだったらフリープレイできるのにねっていう話があったりとかさ、ギャンブル依存症とかショッピング依存症とか、ドラッグ依存症とかいろいろと依存症抱えてるなりですね、家族っていうか、まあ、母親に縛られてる女の子を見たりとかいう形、割となんかそれっぽい話がたくさん浮かんでますが、まあ、どれもこれも何らかのそういうなんていうか、まあ、問題を抱えてる女の子多いです。まあ、振られなおを狙えっていうのは徹底した、その
まあ、まあ、いいか。あの、神聖もともと王国みたいな話に聞こえるかもしれないけど、割とね、あの、鉄板なんで、ここで言ってしまうとあれなんだ。まあ、そんな形のですね、いろいろと。いや、ヤニンはそこまで抱えてないかな。あの、黒人の、なんていうか、あの、昇竜拳やれって言ったら、なんか日本とも手突き出すような黒人と一緒にしちゃダメだと思うよ。じゃあとりあえず、ちょっとデータを消してと。このゲームの特徴として、初めから男の子モードと女の子モードが選べる形になってます。と言ってもさ、セリフの一部が変わるっていうようなぐらいにはなってるんですけどね。で、直接的に、あの、コックを、突っ込むっていうのはシーンなりどうこうの話は、ないので、女の子でも一応できるっていう形になってます。なので、女の子同士の掛け合いが見たいという人もいればですね、男の子同士で、ガールハントしたいってなり、そうですね、クレイジーレズビアンファッカーになりたいっていう方もおられると思いますので、その辺に関しては自由に選べるってのは大きいと思います。この女の子モードにつきましては一応、登記者ですね、キックスターターで登記した人から一番要望があったモードだったらしいです。そっか、フルボイス差し置いてこれかと思うんだけんね。じゃあ一応普通に男の子モードでプレイをしましょう。Hi there. Hi there. Wow. Okay. Could I get you to maybe take it down a notch? I'm right here. とまあこの間ぐらいで全部フルボイスでできてる形なんですけど。そうそうそう。で、割とリップシンクもですね。海外は性問題結構気にされますよね。ああ、なるほど。そういう考えもあるんか。なんか、レズビアン、ゲイ、ホモ、なんか、性障害みたいな形の4文字熟語が確かあったと思う。で、この辺の会話の部分に関しては、あのぶっちゃけ、あの何選んでも適当に進みます。で、女の子の表情についてまあそう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 。で、女の子の第三の性への配慮なのかなと最近のニュース見て思いましたわ。なんかすごいね、本当になんかあの海外さんのエロゲやってるのにみんなコメントがすげえ真面目でさ、なんかさすがシャシャンリスナーって感じするよね。なんていうか、洗練されてるっていうか。なんかいきなり始まった瞬間、ファークファークとか言うんかなっていうふうに思ったんですけど。ああ。これが、あれですね、この物語をナビゲートするキリュウっていう、ラブファン、ラブフェアリーらしいです。女の子のリップシンクの部分について、いやいやいや、何言ってんすか。殺しますよ。リップシンクだけじゃなくて、あの表情に関してその眉毛で表現してるっていうのがなかなか面白い試みかなというふうに思ってます。まあこの辺に関しては海外だとものすごくその口周りなり骨格レベルで変わって表現することが多いんですけど、日本人は顔に表情が出にくいっていうふうに言われてる通り、まあ結構そんなにバカみたいに口を開けて喋るっていう人があんまりいなくてですね。で、まあ顔ものっぺんだらりとしてて、鼻も、ちっちゃくてっていう形で、まあ中国人の見分けがつかないってよく言われるんですけど、眉と口だけ動かしたらですね、それっぽく見えるっていうのが日本人特徴かなと思います。なので、このアニメーションで言うと、海外のキャラクターをもし表情を出そうとすると、まあ、アサシンクリードユニティみたいな形ですね、あのスキンが丸々すっぽ抜けてですね、骨格が見えるっていうのはひどい状況のゲームもあったりもしますが、まあそれは別に置いといて、骨格レベルでエミュレートしなくちゃ海外の、キャラクター色は出せないんですけど、日本人キャラクター色というか、まあ、あのアニメっていうとですね、ほんと眉と、出る前でも顔平べったい族言われる。そうそうそう。あの、眉と口を動かすだけでそのキャラクター表現できるっていうのがアニメのですね、いいところかなと思います。でその分、その、作業効率もいいはずだし、と思います。まあ、実際作業はしたくないけど。これが、僕の一押しのキャラクターのキユウですね。そうそうそう。サルマンでもね、
眉と口、眉と口っていう風に連呼するシーンがあったりしますけど、そういう形で記号がされている部分で、まあ、の表現が、簡略できてるし、割とそのテクノロジー的にもですね、それほどと、まあ、の 3D ポリゴンで全部骨格作って関節ポイント作って動かさなくちゃいけなくて、ね、それに対してスキンも合わせなくちゃいけないっていうのは、そういうむくそ難しいことやらなくてもキャラクターとしてできてるっていうのがすごいなと思いますね。ただもう単純にリップシンクはすごいわ。これもさすがに海外産のゲームだなと思うね。海外の映画でいうとやっぱリップシンク当たってるのが当たり前っていうようなイメージがある。それはやっぱディズニーにしてもそうですね。うん、うん、なんでその最初にフルボイスするかしないかっていう話が出たかっていうと、多分そのそこまでこだわり出すと昔投下された海外版とキメモみたいになる。イカヤ。ああ、そんなんがあるんだ。なるほどな。Man, you and all the questions. 今さっきのこの眉をちょっと尖らせた表情すげえ可愛いねこれ。Tell me, how many dates have you been on?あのけど俺は現実女の子が好きなんだっていうとね、すごく悲しそうな顔するのでね、なんていうか。ああ、なるほど。あの海外産のガンダムみたいな感じのあの顎が割れたりするやつですね。で、上がグッドで下がバッドって言ったとこう判断がなくて、割とこの辺に関してはちゃんと文字読んで、女の子の気持ちを判断していかなくちゃいけないらしい。で、デートシーンに関しては、会話の選択がどうこう抜きにして、こういうパズルゲームとして、パズルゲームとして表現されてます。で、頑張ってゲージ貯めて、クリアをしましょうって形ですね。真ん中にある黄色のグリッドをクリアすると3つ並べると、このような形でいや、これはその会話をしてるっていうシーンをその口下手な人にもあの楽しめるような形であのパズル化してるっていう風な、そうフェアリーテクノロジーなんですよ。フェアテクですわ。フェアテク。次レッド消せって言われたの。Sweet. Okay, what's next? Oh, right. 現実だとコスプレ娘は海外のが再現性高いのに、アニメだと違うの。でまあいろいろと消すパネルによって、効果がいろいろあるよってお話をしますね。でこのブロークンハートを消しちゃうとあのちょっとまずいことになるって話をしてる。言ったらその会話でまずい地雷を踏んでしまうって話ですね。で地雷を消す方法としてはこの、ブルードロップ、この涙のマークですね。こいつを消してあげる と、センチメントパワーが溜まっていって時あの切なさが炸裂するようになってます。じゃあ切なさを炸裂させましょう。これが切なさを炸裂させるアイテムです。切なさを炸裂、切なさを炸裂させるにはセンチメントパワーを貯めて、このセンチメントが貯まるとこれで人形をプレゼントできる。センチメンタルくらえ。するとブロークンハートが全部ハートになるって形ですね。という形の、スペシャルアイテムを使っていくって形の流れになります。で、多分パズルゲームが得意、例えばパズルゲームが得意人だったら多分この辺のアイテムは使わなくていいと思うんだけど、パズルゲーム慣れてない人にはですね、こういうアイテムたくさん集めて、挑むっていうような形でもいいかなと思います。多分そういうタイプのゲームなんだと思う。で実際にやってみてっていうふうに言ってる。今のところ練習モードだからそれほどは、きつくないんだけど、いざ本番に入ると結構タイムがシビアっていうか、マウスがチャタる。僕ねだからこのパズルゲームがすごく苦手なんですよとにかく苦手なんですよまあもちろん連鎖もあったりもしますよ。連鎖なかなか発生しないけどさ、これで連鎖発生するじゃろ、こういう風に。
で、これで時間内に頑張って貯めていこうって感じですね。これのゲームのシステムってなんかどっかであったと思うんだけどな、何だったっけ、ちょっと思い出せないな。なんかこの手のパズルゲームってさ、いろいろバリエーションがあるからいまいち思いつかないんだよな。まあとにかく似たようなシステムはたくさんあると思うんですけど、似たようなシステム、似たようなゲームですね。赤赤、わからへんなった。あかん、わからへん、どれ消したんやろまあまあ、誰にしも苦手なことあらわな。どれ消したらいいんだろう、どれ消したらいいんだろう。どれか、これか。あー、でもこれダメだ、これ繋がっちゃう。どうしたらいいのこれ。こうか、うんと、こう。やった、やった、達成した。あー、びっくりした。Shit! It's morning already? We are way behind schedule. Okay, check it out. I have one last thing to give you. And... Introducing the latest Blueberry Technology. このゲーム一応その全くクリックしない状態だと全部テキストがスクロールしてしまって、一度画面をクリックするとこういう形で待ってくれるって形になります。なんか画面に破片が残ってる気がするな、気のせいか。The honeybee is an essential lifeline for any player on the go. で、この、キーウからこの、ハニービーっていう名前の、その、スマートフォンをもらっていました。We don't have time to go over every feature, but you're a big boy. You can figure it out. To access the honeybee,このハニービーっていうスマートフォンを使って主にゲームをしていく。これはですね、クリア、デートをして、女の子を満足させた分だけポイントが貯まっていって、こいつを使うことで、ハニービーフォン、ハニービーっていうこの、なんていうか、新しいスマートフォンですね、を使うことによって、いろいろと、ストアでアイテムを買うことができる形になってます。これは、買うって言った瞬間、妖精が届けてくれるっていう便利なシステムです。ギフトなり、ユニークなりですね、フードなり、ドリンクですね。お酒に耐性が弱い子を一気に言わせることができるっていうのはアイテムもあったりします。そのデコペンって何？体に書いていいの？デコペンって何って、多分そうなんだと思うよ。エロいアイテムはないの？エロいアイテムはね、確かあったはずやねん。これ、セクシャリーとかあるよね。ホットワックス、キャンドルとか。違うわ。ホットワックスキャンドル、ちゃん、なんだ、なんだ、確かあったはずなんだけど、多分その、今やってるのが、その、Steam で売ってる規制版で、無修正版だったら多分あると思う。うん。無修正版だったら直接もう、バイビブとかもあったり、あれですね、日本の誇るテクノロジーであります、電動マッサージ機もあったりもしますね。と、まあ、この緑のポイントを使って、この、ギフトを買って、優位にゲームを進めていきましょうっていう感じ。Okay, great!クロワッサンねじ込むのはちょっとな、こけしですね。何が好きっていうふうに言ってる。ジャストチュール、ヒアーのプレイビデオゲームズ。私、カナシャワーっていうふうに形で、なんかすげえ眉を潜めてる。I said, let's go talk to some broads.うん、どうしようもビデオゲームやるっていうふうに言ったらダメらしい。ね、オタク向けのゲームなのに。ああ、なるほどな、確かに。家に ビデオゲームしてるだけで女の子集まってくるっていうとですね、エボプレイヤーかね、ハゲボプレイヤーぐらいしかいないと思いますね。あと、闘技機プレイヤーとか。いや、まあ、もうとりあえず外出ようやっていう形で、桐生に言われてですね、どこ行くかっていうような話が上がってます。この妖精さん、
右のガール。一応ファックできますね、このことも。じゃとりあえず定番のショッピングモールに行きましょう。Good choice, rookie. Couldn't have picked it better myself. All right, ready? Get your game face on. 七色ドレアム素敵な。そうそうそう。七色ももちろんあれ攻略対象は要塞ですよ。虫羽最高っすね。格闘ゲーマーってモテるの？格闘ゲーマーモテるんじゃないのかな。いきなりファックとか言われたよ。いきなり。いきなりビッチとか言い出したこの子。いきなりファクとか言い出したよ。すごいね、なんか海外のゲームやってるだけなのにな。いきなりビッチとか言い出したこの子、大丈夫かな。なんでこんなショッピングモール歩いてるだけで、てか修羅場に突入しなくちゃいけないんだろう。いきなりすごい。そうそう。そうそう、許そう。うちのメスドとか言い始めた。で、このキユーは、一応主人公しか見えないという形になってますね。I'm just a figment of your imagination. Plot twist! Nah, I'm crazy real.I just hid myself from everyone so I can give you advice on the sideline. で、どうやらその、この掛け合いの妖精な差がつくべー。まあ、ロマンスの妖精がついてみたいですね。まあ、街を歩くとりあえず女の子と出会うっていう風な、すごくご都合主義になってます。さすが妖精ですね。なんだけど、パンツであのこういう風に大陰唇のちょっと影をつけるのをやめた方がいいと思うんだけど、本当に。現実そんな子いないからさ、っていう。さあいきなり。なんかいきなりどういう風に回答していいのかよくわかんない選択肢で適当に選んだらなんか女の子を微笑んでくれたから多分微笑んでもらったら正解なんでしょう。これはコスプレイヤーみたいに細い糸で塗って作り上げた。ああそうなんや。わからん。オーディエンス、オーディエンス、オーディエンス。もうミリオネア気分ですね。でこの会話でいい成績を収めるとあのポイントがピロロンって入って、女の子が喜んでくれるっていう。まあまあ、なんで笑われた？あ、なるほどね。さあ、アンドリーっていう名前の女の子が見つかったみたいですね。Beginner's luck. Don't let it go to your head. By the way, that other chick that was here just a second ago, since she was in range, the honeybee started tracking her location too. So after you're done here with this girl, you can go catch up with her too. で、まあ、基本的に何を答えてもゲームは変化する魔法少女に見えてきたんだよな。ああ、まあ、多分その色は強いと思いますよ。あの、ま、窓神様に近いと思います。で、ハニービーフォンを使ってですね、こういう形で、キーユーが、あの、メッセージを送ってくれてますね。この辺が、まあ、ゲームのヒントになってるっていう形でしょうか。で、これがメインメニューね。他の、やっとれやとか怒ってきたとか言い出すよ。立ってきたとか言い出す妖精か。いや、これでもそんなにストレートで表現してると日本語版楽しみだな。日本語版あればいいんだけど。で、他の女の子に会いたかったら他の女の子をこうやって追いかけていくこともできるし、インベントリーで自分のとこをこうやって見ることもできるけど、アスコムデータ、アスコンデート、これデートを押すとこの子とデートが始まる。でから歩きながら、トークするっていうのをすると、なんだったっけ、ポイントが貯まるって形かな。
で、プロフィールも一応覗くことができる。で、このプロフィール欄でいろいろと、この子はどういう特色持ってるのかって分かる形になってますね。で、話を聞き出すと一応こういうところもコンプリート要素があったりもします。で、このコレクションっていうのが、この子向けのアイテム。登場キャラ同士で、このアバズレが、問い合うギスギス感をドリ、いかに、ドリクラなんだ。へぇ、それドリクラなんや。なるほどな。へぇ。ここに影があって、この影にあったアイテムをプレゼントすると女の子喜ぶっていうような形になってますね。で、女の子との記念写真も溜まっていくって形になってます。アルコールトレランスって形でアルコールに対して耐性も書いたりしますね。フェバリットドリンクって形で書いてますね。じゃあ別の子を追いかけていく話。本日のマリオネット。トーク始まった。するとポイントがたまった。しかしこのポイントでマウスオーバーしても何も説明が出てこない。何か回答を求められてるんだけんな。この生放送は硬派なスクゲームをやる印象だったんだが。ああ、後で話しますから大丈夫ですよ。あの後で話しますよ。じゃ早速この人のことをビッチとかでですね、読んでた、この子とデートすることにしましょう。変化球も必要なんやな。でもこのゲーム興味深くはあるよ。あ、よかった、そう言ってくれると。で、問題はここから先がその先ほどキーみたいな形でその口下手なあのオタクっ子にですね、時間の猶予を与えてくれるっていう優しさが全くないのよね。なんでここからもうマジでゲームしなくちゃいけない形になってます。このゲームもいろいろ硬くなりそうだし、こっちでいいんじゃない。いかやく、あ、ちょっとマジ CF さん呼んでって。マジちょっとパズルゲーム苦手やねん、そもそも。いやぁ、ナードゲームだーっていう形でですね、金嬉しそうに突っ込むのはいいんだけどさ、基本的に自分がパズルゲーム苦手って忘れてんのよね。忘れてん。どうすりゃいいのこれ、どっから、どこで消せばいいのこれ、あ、こっか。難しいよなぁ。こういう環境の付け方、ギャルゲー矢印矢印ハードスフ、ガーネーム、早く。あーっと、ダメージ食った。これ偶然でコンボとか起きない硬派なやつだ。あ、そうなんや。なんか上からでも振ってくるやつによったらコンボとか起きそうな気がするんやけんな。やっけダメージ食らったらでかいな。これクリアできるかわからんで。ズーキーパーっぽい。ああ、なるほどな。そしてマウスがさっきからチャタる。マウスがチャタるんですけど。マウスがそうそう年でね。うん、ズーキーパーやね。ああ、なるほどね。さっきみたいな形で上から落ちてくるものによっては運が良かったらこういう、ペロロンと、コンボが発生したりもする。正直クリアできる保証がない。あ、ダメだった。ごめんね、もうそうそう年なんで、マイク、マウスが。で、キユがまたメッセージが来てる。エブリデートゴナ、チャレンジング、ゼラスト、You don't, impossible, インプロブ、ユアトレイン、ユアゴナ、プロ、イット、トラストミー。ハニー、わからん言ってることか。とりあえず次の女の子を探しに行こう。次の。Yeah. Okay. Bye. Yo.とまあこの間具合で歩くといろんな女の子とぶつかります。まあ恋の様子のおかげですね、本当に。Hey, listen. Thanks so
取ったせいで栗の反応が悪くなった万覚悟そうですね、クリックの感度がちょっと悪いですね。鉄は何のエンカリス。いや、鉄はちょっとまだ違うよね。一年経てばよしよろしくぶつかってくれ。この調子言うとなんか黒塗りの高級車がぶつかってきて、なんか黒塗りの高級車から後続が出てきてもおかしくないレベルで。Man, will you get a load of these two? I'd kill to have tits like that. This chick is clearly out of her league. So, 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 she's probably looking for a decent guy because of that baby mama drama. So, just try not to be an ass for like 5 minutes. Oh, she's looking over this way. Showtime. お楽しみっていうふうに言ってんね。Hey, are you finished with that machine? I have one set left to jam out.ゴーアヘッドとか言い嫌い言い出した。Awesome. Thanks so much. Thanks. I tried. でもなんかあの金融は結構声が合ってると思うね。あの恋の妖精は他のキャラクターが尋常じゃないくらい声合わないんだよな、やっぱり。なんかこの絵柄から想像できない声が出てくる。ブブが透けて見えるくらいメリケン臭い性質なんだよな。そう海外で合ってる日本のアニメもそうだよね。日本の声優は偉大やったね。いや、日本の声優が偉大なのは多分声豚の方々のおかげだと思うよ。こういう形でいろいろと、またあの女の子と女の子がつながってるってすごいまずい状況です。結構ね、その女の子と女の子がこういうつながりのある状況でこれで一人食ってしまうと割とまずい状況になるんじゃないかなと思うよね。一応全員攻略できるっていう話なんだけど、それが怖い。この子は確か大富豪の遺産を受け継いでて、それでなんかあのギャンブル依存症になっちゃってるっていう子だったと思う、確か。矢印パンツ一丁かと思った。あ、確かにちょっとセリフのこの枠のところによっては確かにそれっぽく見えるところはある。あとこの辺の食い込みとかもね。Is this chick serious? ギャンブル依存症とは恐れ入った。そう、まあ、さすが海外って感じしますね。日本で言うとね、パチンコ依存症っていう形になっちゃってね、ちょっとポイント的に下がるんだけど、ギャンブル依存症って聞こえるとすごくいい言葉に聞こえるからね。けどなんていうか、あのここまでボタン、いや、クズ以外も多分いると思うんだけど、あのこんなにボタン開けてて大丈夫かなっていう感じはちょっとするね。ちょっ、oh, wow. I'm not sure. パチ中毒は毒。あ、これの子は一応声的には全然合ってますね。So crazy. How did you know? I'm on the cheerleading team. The cheer captain, to be exact. My name is Tiffany, by the way. これテフニさんですね。You seem like a cool guy. Hopefully, I'll see you around campus. で、また次見つけたこの子に追いかけていきましょう。Oops. ティファニーでチアリーダーってことはジャス学の関係者。あ、褐色肌おるよ、こういう風に。 Oh, hey, Belly. What's wrong? このアイコっていう人は日本人らしくて、日本人らしくて日本人か、日本人で、
talk about that. 日本人ってこういう声が出るっていう。こっちはもう褐色なんで、もう褐色の巨乳って形で、もうこれだけで勝ち組っていう感じがしますね。この子に関しては確か YouTube でそのベトシーンの動画が上がってるので、その辺で結構有名になった感じがする。一応Asian chicks, don't even get me started. I have like the worst case of yellow fever ever. イエローとか言ってるよ。like a yellow plague. イエローとか言ってるまた。この恋の妖精。この恋の妖精の方がよっぽどイエローだと思うんだけどな。これは一応成人してではない。年齢指定がかかってるってだけ。けどまあメガネっ子なんで、この子もこの子でそれなりに需要はあると思いますね。おかしいな、公式だともうちょっとなんか胸がバカみたいでかいっていうイメージがあったんだけどな、こういう風に。Well, mission accomplished. Good work. I'm just trying to relax. Enjoy a little downtime between classes. I teach up at UOG. You know the place?ただいまアフタヌーンでなっております通り、この間これで、うろつきもあると、徐々に時間を使っていくって形になりますね。イエローはまずいですよ。イエローまずいですね、ちょっと。でこの辺の女の子の掛け合いも、僕が英語を読めるんだったらもうちょっと楽しめるとは思う。うん、ユミアイコって人みたいですね。脱いだらすごいに違いない、白目。いやでもイエローイエローってイエローって言ってたけどさ、妖精とかよっぽどイエローって感じするんだけどね。フェバリットドリンク、酒らしいですね。日本酒が好みのようで。でひとまずまた別の女の子を見つけたんで、別の女の子をちょっと会いに行きましょう。まあ、初日はとりあえず、一通りぐるりと回って、女の子を見ていくって形にしていきましょうかね。これがあれですね、おっぱいババアの担当ですね。微妙に声も年取ってるからリアリティやりすぎてな。なんていうか、割と非現実的なこういうキャラクターに、こういうリアリティあふれる声を言えなよくないと思う。臭いとか言うな。うん。あ、着替えた。What are you talking about? You look cute. Cute? Oh, stop. There's nothing wrong with a little skin. You can't keep all that boob to yourself, hun. It's not fair to the rest of the world. The world will be just fine without my boobs. いけるやん。着替えた後。ああ、いけるいける。褐色やし。褐色言うても本当エロ同人誌でありそうな褐色っていうよりは、そう色がついてるってぐらいで。お楽しみとこ失礼ですがみたいな形と、なんかキユがなんかすごいおせっかいかけてきて。エロ同人誌なんて読んだことないからわからないわ。ああ、じゃあゴーピクシュー、ゴーピクシュー、ゴーピクシュー。この子はもう今の声のトーンなりを聞いていただいて分かる通り、まあ、この手のタイプの性格ですね。あ、クローリさんがハニーポップ始めた。クローリさんがハニーポップ始めたっていうふうに今発言したの動画を YouTube にアップしよう。So, are you saying I have it then? Hmm. Well, I guess it's not that bad. I mean, if you're really saying you like it. Oh, and hi.The person inside of the bikini you're talking to. ヒカキン4ね、条件反射。
こういう服にその乳首を立てたり、こういう大陰唇の影をつけるっていうのは僕良くないと思うんだよね。実際にそういうの見たことないからな。そういうのがつくぐらいまできっちりと履くっていうのはちょっとおかしいと。まあ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 、その辺ちょっとやっぱ不安になるのよね。あまりこういう露骨な表現があるとね、やっぱいろいろと思っちゃうわけよ。なんか とてもとても日本を勉強されてとかよくわかるんだけど、そこまで勉強しなくてもよかったんじゃないかなっていう気はしたりもするね、たまには。あ、アイコはどうやら夜行性みたいだから今寝てるって話みたいですね。じゃ次は、この人に会いに行きましょう。I hope to see you soon.作者の意気込みを感じる。感じるね。これが先ほどの、あ、アフロが出た。あれや、カオスコードに追加されたキャラクターや。俺知ってんね。カオスコードに追加されたキャラクターや。だって色とか似てるし、頭も似てるしさ。このキャラクター絶対カオスコーボで永久コンボとかしたりするキャラクターや。知ってんで俺。ゲームに詳しいからな。アフロです。ジムのパイロット。あ、でもこの人はもう年齢相応になんか、なんか顔も成長してるって感じがするね。おい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 。話し合おう。ちょっと話し合おうぜ。俺はまだ十分に生きちゃいないから。This week. Girls' night out all the way. Yeah, yeah, yeah. Get out of here already. Love you, baby. なんかこの人の、ファックシーンはもうガチであのシーハーシーハー言ってるみたいな話を、ツイッターで聞いた覚えがあるので、あのガチでそのシーハーシーハーとか言うのが好きな人はですね、あのこの人を落とせばいいかなと思いますけど。気になったね。あと何人くらいいるんだろうな。いきなりハウマッチ値段聞くもあれです。Aren't they? What can I say? I'm blessed. この人はまあ言うとお姉さん担当ですね。なんていうかエロ同人誌でなんかママキャラが出てきて、お前絶対その年じゃねえだろっていう顔と、あの体つきがと、あの局部の色つきがしてるっていうので有名なママキャラあたり。激しく前後しちゃうっす。で、一応書き分けされてんのよね。顔に対するその目の大きさがちっちゃいんで、人間って成長していくとどんどん顔が長くなっていくのよね。まあ、顔が長くなっていくって言っても、いきなりあの学園ハンサーみたいな形の顔長くならないんですけど、この言ったら目玉の大きさはそれほど変わらないんだけど、顔の大きさはどんどん大きくなっていくから、比較的には、目がどんどんちっちゃくなっていくって流れなんだよね。いや、緩むとか言ったんだよ、かわいそうだろ。ジェシーさんですね。ああ、それは慣れると大丈夫だよ。ジェシーはまだ年齢は分かんないんですけど、緩んでるのがいいっていうふうに言ってた。まあ、年齢はよく分かんない、今のところ分かんないというか、公式サイト36って書いてあるんだけど。誰か制御棒でも突っ込んでろ。で、まあ、この方は、一応公式サイトでは36歳って書いてる、元モデルの人ですね。で、まあ、一応、お姉さん担当っていうか、まあ、お姉さんっていうよりも、遊び人って感じかな。先ほど説明しました通り、20代女優として、仕事してて、全然遊べなかったから、言ったらAKB がメンバーから外れた途端に AV 出るような感じのはしゃぎ方をしてるっていう。で、もう、アラフォーにもなってるから、そろそろ年齢層に落ち着いていかなきゃいけないっていうキャラクターだと思う。
あまりこれ以上言うとちょっと煽りになるからやめとこう。広金剣士の各中年おばさんはガチ。広金剣士さんっていう人が書いてる中年おばさんガチって、そのガチの方向が分かんないのよね。そのファンタジーおばさんか、そのリアルおばさんかよりで結構分かれてくるから。あ、もうすぐ杉役ですね。でもあと多分一通り回った、多分全キャラクター出てくると思うんだよな。あと出てないのは1キャラ、課長島工作いいからあの次々と攻略していくあのキャラクターですね。さあ枠移動しましょうかね。これで配信が終わって、さあもうすぐ配信が始まると思うんじゃよ。あ、始まった。オッケーオッケー。よいしょっと。でまあ付き合うと一応この辺のステータス分かるようになってくるって形ですね。でこのシステムがどうやらドリクラ方式らしくて、これだと多分あるんじゃないのかな。違った、これでもなさそう。まあとにかく女の子の趣味に合ったものをプレゼントしていけば、いろいろとポイントが上がるっていう話らしい。ポイントがあるじゃなくて、いろいろとアイテムとして使えるのかな、デート中に。まあ、いろんな、今のところ、いろいろとキャラクター回っているところなんで、次のキャラクターを回っていきましょうかね。バイバイ、スウィーティー。なんか、本当、声が、なんていうか、キャラクター年齢が36って、ってか聞いて、あの声を聞くと、なんか、すごい、なんか、Excuse me, miss?現実が、このゲームひょっとして SF じゃない？ SF すごく不思議あとセクシーフェアリーセクシーフェアリーですね。でこのちょっとなんていうか、ちょっとあの、うん、私チョコレート大好きっていう風に、このあーセックスフレンドとかね。あー、このゲームセックスフレンド求めるゲームだから確かにそうだな。ただまあみんな誰しも愛を求めてると思うんですよ。はい。やっぱ髪の毛はいじらなかやろな。こんな変な髪の毛してたら。おっと、コスモさんだ。まあまあね、80年代は。あの髪型がかっこよかったんだから Is that the case? I'm glad I could be of service. I have to give you credit though. どうせみんな星になる。星になる。それはいかん。もういい。もうたくさんだ。このアフロを破壊する。いや、でももしかしたらベッドシーンに入ったらアフロがなくなるのかもしれないから、その辺ちょっと楽しまなきゃいけないかもしれない。頑張って攻略していきましょう、皆さんで。オーディエンスとかいうふうに連呼しながらね。もう毎、どの戦隊してもオーディエンス連呼するよ、俺。この子はローラっていう人らしいですね。このカットは可愛いと思うんだけどな、やっぱ全身に入るとやっぱね、その、なんていうか、なんていうか、キーユーが、なんか、あ、チョコレート大好きって感じに言ってたね。これで全キャラかな。ナイトクラブ。さあ深夜です。でもクラブとか行ってるんや。アドリー、can we leave now? Calm down, Nick. We just got here.Just got here. We've been here for at least an hour. Don't be such a downer. Loosen up a little. I'll buy you a drink.
この赤いのマジきつい。なんかビートマニア2出てきそうな感じなのに、なんかすげえきついことばっかり言ってくる。でもまあ声は覆ってると思いますよ。もうだから声だから言ってる内容も全部きつい。こっちの青い方の子は、まあ、最近青髪っていうとクレイジーサイコレズうん言ってる。もうダメだと思うこの子。でもなんか秋葉とか東京行ってさ、東京旅行してるときさ、こういうなんか割とゴスっぽいファッションの人ってたくさんいてさ、たくさんっていうかまあたくさんいてさ、ちょっとずっとまあちょっとびっくりすることもあったりもするけど、もうなんかもうちょっとなんかだらしない洋服っていうか、まあ、最近この辺の青髪の子っていうと、あのクレイジーサイコレズみたいな感じ の, あのプリキュアでいうとレズ担当みたいな形のイメージがついてるところもありますけど、あと青いのはいらないとかいう形で言われたりもしますけど、リプレイ、それだリプレイだよな、これ完全にリプレイによるだもんな。そらそらそうだわ。これで一応まあ全キャラ出たって形かな。この子はちなみにあのゲーム中毒の子ですね。あの給料の全部あのゲームに突っ込むっていうのはちょっと残念な子です。ニッキーって方ですね。でちょっと会話して、ハハ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 ハ。あのいやそれはちょっとあのそれはさすがにちょっと言い過ぎ。あのパチンコ業界が新しい IP 作るのがめんどくさくなってるだけだからあれは。一応ナードみたいですねこの子は。うん、ウェアアロンザユニバースって形で、あの SF でよくある私たちはこの宇宙で一人きりなんだろうかっていう風に言ったりもしてる。今さっきあんまり良くなかった回答って形で、あのボツンっていう風に変な音がした。あ、またキユーからメールが来てる。うん、まあ、じゃあこのこととりあえずおたさんの姫鍛え上げなどおたさんの姫はまた違うから、さあじゃあニッキーとデートをしよう。よっしゃ。あ、すいませんちょっといやすいません申し訳ない。完全に岩崎の完全にちょっと岩崎のあれはもうなんていうかちょっとあのいけるフィールソーバットって方よいしょ。Wow, seriously? Thanks.そしてクマちゃんのそんなに即ハマらないと思うよ。まあちょっとずつこういう形で女の子とデートを繰り返していって、そのハメポイントを貯めていく形ですかね。で気に入ってもらえたら、あ、シャワーこうか。赤、今の触れたらあかん、傷に触れたみたいや。そ
をシミコマなりの展開のハラハラ。そうですね、まあ恋の妖精が力づけてくれますからね。あ、違う。触れたらいけない傷、わらわら。だから会話中とかいろいろあるじゃん、やっぱそういう会話のめんどくさいところを全部このパズルゲーム化してくれてってか、ああまた失敗してダメだ、これ本当に難しいよ。俺このゲーム向いてないかもしれん。向いてないかもしれんけど、向いてなかったんや。難しいよ。またキユからメール来た。確かなんかイベントまあイベントトークになんか失敗してポイント貯めて、それを使ってアイテムガンガン打てば一応クリアできるみたい。ほんでから5回デートに成功すればはめれるっていう風な流れになってます。ミニゲーム省略できたりしないのかな。はないですね。でまあほんまにこの子落とすんやったらこの子だけに当たり続けてっていう風な形もいいですし、日本語化されていたら買ってしまうところだったね。まあでも日本語化されてなくても一通りそうですね。だからもう日本語化されてなくても一応そのパズルゲームを基本的にクリアしていくって形だから、これを僕は褐色マン娘が好き。ああまああのどのこの中でいろいろやっぱ8人もキャラクターがいて、それぞれ好みがあると思うんで、もし買っていただいたらその好みの子に対してアタックしていくっていうのがいいかなっていう形で考えてますね。うん。まあいろいろと、まあ属性対応しますし、まあわざとここ8人しかおらへんってことは、まあどっか1キャラ空いてるのかなと。で、これで1日過ぎるまで延々と、データはもう終わってるっていうしな。お、なんか正解みたい。は、胸のサイズ聞いたみたい。いや、胸のサイズ聞いたんでカップが分かったって形で、女の子のステータスも分かる形になってますので、頑張ってトークに攻略していくとどんどん溜まっていくっていう形の、まあコンプリート要素もあったりもしますし、まあこの辺の、フォトを貯めていくっていうような要素もあったりしますね。この辺で、まあ、女の子ごとに、まあ、時間帯は違いますけど、でもアウトオブタウンって街出てるって言ってるね。でスリープスリープって言ってるね。でもデートが終わっちゃってるからクリックできないんだな。あとはまあ該当するアイテムを探していくっていうような形になるのかな、しばらく攻略というと。とはいってどのアイテムを適用するのかいまいちよくわかんない。ギャルゲ特有のプライバシーだだもれ。いや、プライバシーではない。デコレーションペイントとか買っちゃおう。で、とりあえず、買えるだけ買い集めて、攻略していくって形なのかな。フェバリットドリンクって形で確か書いてあったから、ビアーか。で、からインベントリーは？あ、これであげれるんだ。はい。グッて。でもこっからあとトークを進めていくってぐらいしかないのかな。誕生日聞いてみよう。フェイバリットドリンクってチョコか何か？いや。スピリタスカプセル入れて飲ませよ。いや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 。でもお腹空いてるって言ってんね。フードって何が食べれるんだろう。トリマピッツァ。トリマピザでも食えよ。
でも特にお腹が膨れてるってわけないしな。とりあえずキャラクターのプロフィール見る分には多分このペイントは、あっ、 I'm so fucking hungry. Like starving. あー、死ぬほど腹減ってるって言ってんのか。でもなんだろう、当たりがでも見つからないんだよな。ジェリービーズ大好き。Yeah, okay. Thanks. ちょっと回復したで、キユからなんかメッセージもらってる。ただまあデートがもうすでに終わってるからな。お腹すいたって言ってる。うん、せやな。でどっからか知らないけど、この女の子を喜ばせた時のポイントがで、ね、マネが手に入るっていう風な。スイーツがいいって言ってる一応ヒントがあるんだ。ほう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 。フードスイーツ、じゃあベーグルじゃねえなグミかな、オレンジか。はい、あ、でこれで聞いていくとあれだ、お腹がすくんだ。なるほどね。カップ聞いた、名前聞いて、好きな色ってなんだろうって聞いてみよう。つまりパズルでいい得点を集めないと、この辺のステータスをいろいろ聞いたりできないってことなんだ。へえ、なるほどな。お腹すいたって言ってるなるほどな。ここはでもちゃんとギャルゲーしてるんだ。へえ。でも基本的に補充されるもんじゃないからな。海スイートっていう形で言ってる。どうすれば1日経過するんだろう。あ、でもこれだ、多分これで多分次の子に行かないと多分1日経過しないんだろうな、きっと。でも一通りでも色聞いたしな。 OK, cool. Maybe I'll see you tomorrow. でもまた明日ねって言ってる。あー、そっか、じゃあ場所を移すには女の子に当たるしかなくて、同時2キャラぐらいを攻略していくっていう風な流れになるんだろうね。で1回あったらデートは1回しかできなくて、でデートをするとお金っていうか、あの妖精妖精マネーが溜まってて、その妖精マネーで突っ込んでっていう形なんだろうな。ほんである程度ここのお腹すいたポイントがあるまでは、トークして女の子の情報を集めることができるっていう形なんだ。うーん、ここはちゃんとなってんだな。パズルゲームだけクリアすればいいっていう風な形で聞いたから、そういう風な流れなんかなと思ったんだけど、実はそういう流れでもないらしい。うん、思ったほどちゃんと攻略要素あんな。だからドリームクラブと同じシステムっていう話が出てるから、もしかして僕はドリクラに詳しくないからな。とりあえず、妖精ポイントを貯めて、これで、This is the number. なんか当たりやったみたいで。体重聞いたらしい。体重とか教えてくれるのはすごいね。じゃあデートに行こう。で、多分いざ落とす段階になったら、多分お酒を飲ませないとより面白い話が聞けないとかいうふうな設定なんかな。ちょっと、この手のゲームってマウス、これはいい。これはいい。なんかコンボするとすごい喜ぶ。
ダメだ。あ、いったいったいった。めっちゃ減った。信じられんぐらい減った。そして次どこ消したらいいか分からなってる。うん。あ、ダメだ。そっか、中にこうあるパターンで消しにくいんやな。なるほどな。だから2つ連なってるとこ見つけて、そいつを見ていくっていう形にすればいいんか。なるほどね。さっきからクマちゃん人形ばっかりしか使ってないけど、クマちゃん人形以外に使える選択肢がないのかね。で、2つ並んでるところをとりあえず見ていけばいいってことだな。めっちゃ難しいんですか、このゲーム。なんか外国の人がさ、そのスピードランとかいう形ですごい勢いでクリアしてるっていう風な、そういうプレイ動画があったんやけど、ダメだ。ダメだ、難しいこのゲーム。あー、このゲームむずい。うん、頑張った頑張った。俺は割と頑張った方だと思うよ。で、好みね。トライアゲイン。これ別に急ぐ理由ないからゆっくりコンボ考えた方が。あ、そうなんかな。いや、ちょっとそのゲーム中のステータス見たかったけど、時間じゃないってことなんか。お、当たりを引いたらしい。外れ。当たりのものが見つかると、こういう具合で当たりのものって形で表示されるみたいね。どうなんやろ。ちょっと時間がまず書いてなかったから、時間がちょっと見当たらへん、制限時間がちょっと見当たらへんかったんで、どの条件でフェール失敗になるのかちょっとよく分かんなかった。で、急ぐ理由がないんやったら確かゆっくりとコンボ考えた方がいいと思うんやけど、毎ターン絶対必ず消さなあかんっていう風な動きになってるから、毎ターン消さな、手数じゃない、あ、ほんま、手数じゃない、手数じゃないって形でコメントもらった。多分そうやと思う、僕も。で、毎ターン動かすときには必ず消さなきゃいけないっていうルールがあるから、その消さなきゃいけないっていうルールがある状態やったら、多分そのコンボを狙うために手数を使うっていう話じゃないと思う。だから多分制限時間やと思う。あと、もうちょっとやったんやけんな。で、ファックシーンではですね、回数に制限がある、下に数字出てた。え、マジで？そうなんや、動かす回数に制限があるんや。じゃ、ちょっと他の女の子に当たろう。すごい、すごい雑なプレイになるけど。じゃあ、動かす回数に制限があるみたいなので、ちょっと試してみましょう。Hey, dude, what's up? For real? Yes! Just give me a second to get ready. 動かす回数に制限があるって話やから。しかし、いろいろと。結構あるね。うん、普通。あの青髪のピンクが一番良かったね。これか、ムーブ、これか。え、あ、そうかそうか。で、これで20って書いてるのが回数。なるほど。で、これで黄色を消すとムーブが溜まっていくってことなんや。なるほどな。はあ、ははあ。これ UI の問題やろ。これ俺が悪いかどうかの話じゃなくて、ユーザーインターフェースの問題やろこれ。はあ、なるほどな。はあ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 。いやー、デートって本当に難しいですね。おお、ワンワンが泣き出した。とりあえず黄色をちゃんと落とさなあかんってことか。うん、確かに。でも、じっくりと考えてプレイできるんやったら、僕でもなんとかなりそうな気がする。あかん。
ゆっくりと考えれば僕でもなんとかなりそうに なりそうな気がするって言ったんだけど、あの実際のところダメだわ。わお。で手数が減ってったらベルで回復する。しかし回復できるポイントが思ったより少ないな。これどっかから手数が回復する系のアイテムとかないのかな。つまり縦消しをしてなるべく早くめくっていかなあかんってことないんや。縦消ししてなるべく多くパネルを引くようにしていけば、そんだけ。ああそうやね、確かに。ちょっとベルが増えるようなアイテムが本当下級的速やかに欲しいね。これでベルが来た。ちょっとこれで多分アイテムを使わないと、いけないんだろうね。で手数が足りないとなったら、そう最大コンボを狙わなくちゃいけないってことなんか。あと2や。あと2や。ここか。あと1や。デート失敗ということで。だってまたここ動かしてあかんな。あとはあこれで多分達成するんちゃうかな。これをこう動かしてコンボ失敗失敗。うずい。I'm tired. Let's go. Maybe we can try again another day.惜しかった、ま、多分そのこのデート用に使うアイテムを集めていけば、多分クリアが近づくんだと思う。ああそっか手数制か。なるほどな。うん I'm not really into that type of thing. That's not really my deal, you know?I'm on a pretty strict diet. ハート消しとスコアボーナス上がるみたいね。ああなるほどね。ハートを消すと倍率が上がるってことか。はあ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 。なるほどな。いや思ってようできてんね。そう考えると、あのちょっと前にパズルクエストってゲームがあったじゃないですか。まあパズルクエストギャラクシーとかもあったりするんですけど、その消す弾によってその、戦闘がパズルゲームで消す弾によってダメージ与えたり、あのスペルを使ったりするっていう風なゲームがあるんです。それに割と近い感じはする。でそれと手数制による制限を合わせたっていうような形なのかな。で倍率なり動向を、そうかそうか、手数が限られてるから倍率をちゃんと上げなあかんっていう形だよね。だからハートマークのなるべくブロークンハートをいっぱい貯めといて、でから、アイテムなりでハートに変換するって方法を使うなり、ベルに変換するっていうアイテムを使って、攻略を進めていくって形になるのかもしれない。まあ、そういう形で、いろいろとたくさん女の子がいますので、まあ、皆さんも、興味がございましたら、好みの子を狙ってですね、当たっていけばいいかなと思います。で見事デートに成功していけばこういう形でフォトが溜まっていくっていう話になってんだと思う、多分ね。でただいま Steam で、20% オフの8ドルで、販売しておりますので、まあ、興味がございましたら Steam の方で買ってみてくださいな。よろしくお願いします。公式サイトの方では一応10ドルで販売してますが、公式サイトの方では、フリー DRM プロテクトがかかっていないバージョンが、手に入る形になってますので、プロテクトをかけられ
この後いろいろおまくりになったりどうこうして、スクエアエニックスが翻訳して30ドル払わなくプレイができないっていう状況になるかもしれないので、まあ、それはないにしてもですね、いろいろとちょっとあの表現方法的にちょっとまずいものがあったりもしますので、その部分を怖いと思った方だったら、プロテクトがないバージョンの方を買っていただければいいかなと思います。じゃあ今日のあたりはこの辺で、ゲームの配信を終了して、あの次枠でですね、ひとまずエンドコールをやっていくことにしましょう。ご視聴のほどよろもありがとうございました。まあ次枠は来週からの、スケジュール内どうこうの話なり、ニュースについてのお話になりますので、まあ興味がございましたらそのまま、ご視聴のほどよろしくお願いします。じゃあ、動画編集点でこの辺で、いやこれ以上やってしまうとネタバレになっちゃうからね、あんまりプレイができないのよ。じゃあこの辺で画面を閉じましてと、終了させていただきます。ご視聴のほどどうもありがとうございました。